お疲れ様です。億万長者合宿シリーズも随分長くなりまして、多分ねこれからも続くだろうというふうに億万長者合宿シリーズの動画を見た方は頭の片隅にあるんじゃないかなと思うんですよ。でもしかしたらやってるかもみたいな感じでログインしてくださるのかもしれませんしね。でそういう方が数年ぶりにこの動画を見て、おいまだやってるのかすげえなみたいな感じで思ってくださったりとか、こんなことやってなんか意味あんのかなとかってね、もしかしたらいぶかしんでるかもしれませんね。まあでも意味があるないにかかわらずやり続けると人のできない領域までたどり着くんじゃないかなと思うんですよね。この人のたどり着かない領域にたどり着くってのがどんなことについても結構大事なんじゃないかなと思うんですよね。まあそう思う人はやり続けるし、思わない人はやらないし、で結果今どうなってますかってことがまさに問われてるのかなと。やっぱこうやってるとね、数年ぶりに動画見ましたってからね連絡くださって、そっからまた再会するストーリーもありますし、元を正せばエホバの証人ですからね。これはねまさに神のお導きかもしれません。アーメン。いってらっしゃい。